皆さん、こんにちは。NEC エアロスペースセキュリティ、ナショナルセキュリティビジネスユニットの三好と申します。私は NEC フェローといたしまして、宇宙を今までまだお使いになってない潜在的な顧客の皆様に宇宙の価値をお届けする仕事を今やっております。まず最初にこのような貴重な機会をいただきましたセキュアワールドファウンデーションの皆様、 特にあのこの企画をあの一緒に考えてくださったあのクリスタルアゼルトンさんにあの感謝申し上げます。で、あのクリスタルさん、ちょっとアクシデントで、この会場にはあの来られないということでございましたが、あのオンラインで聞いていただけていることをあの期待しております。 えー、今日う2日目でございますけれども、皆さん、あのこのミーティング、カンファレンスを楽しんでいらっしゃるでしょうか、あの私はあの非常にエキサイティングなあの集まりだなというふうに思って、あのワクワクしながらあの各セッションを聞いております。まあ、特にあのサステナビリティという非常にあの広がりの多いあの言葉テーマでの,あの会話でございますので、あの多様な視点、 それから多様な意見というものが交わされているというところが非常に印象的に思っております。で特にあの昨日、あの三菱 UFJ 銀ファイナンシャルグループの秋田様があのまとめていらっしゃいました3つの視点ですね。あの1つはあの宇宙空間そのもののサステナビリティ。それから2つ目は宇宙も活用するという文脈ではあると思いますけれども地球をもっとサステナブルにすると。それから3つ目には あの我々があの属しております宇宙産業そのものがあのサステナブルになるとこのようなあのまとめ方をされてらっしゃったのが大変印象に残っておりますでこれからの,あの時間はですね特に今の3つ目の,あの宇宙産業そのものをサステナブルにするとまあこのようなあの文脈におきまして少し皆様のお時間をいただき3つの宇宙セクター安全保障シビルそれからコマーシャルと まあこの三つがどこで交わっていくのかというようなところにつきまして皆様と意見あの共有して参りたいなというふうに思っております。その際にですねあの私はあの社会課題先進国であるまあ我が国日本というところにおけるまあ宇宙産業が取り巻かれている社会環境まあここの特殊性というところに着目をいたしまして他の地域 他の国においてもです、ね、あのそれぞれの環境での違いはあるとは思うんですけれども、まあ、そこであの活躍されている皆様の,あの一つの,あの視点を与えられることができたら幸いと考えております。はいえー、まずあの最初にです、ね、日本の状況というところをあの共有させていただきたいと思います。あの日本政府はあの今年の3月 10年間で約6ビリオンドルに上る宇宙戦略基金を設立いたしました我が国の経済成長失われた30年というふうに言われてもいるんですけれどもこれを取り戻す一翼を宇宙産業に期待していますという意思表示かなと思っており宇宙産業に属します我々は非常にこれを歓迎しているところでございます一方で我が国の宇宙産業の規模 これは欧米の規模に比べますすとだいいぶ少ない状況ですそれはなぜかと申しますと世界の多くの地域と日本は異なっておりまして宇宙に出ていく意義これを人類にとっての共通の価値であります科学技術の振興ですねこういうところに定めていたためにですねやはり社会としてはもっと優先的に資本 それからリソースを投下するるべきとととこころがあるということで宇宙産業の方に入ってくる人の数でありますとか投資の数というのがやはり限定的になっていたという背景があると考えていますただ皆様ご案内のとおり宇宙空間の民主化これはもう待ったなしで進んでいます また、我が国を取り巻く、これは世界全体かもしれませんけれども、安全保障環境というところも混迷を極めようとしていると、こういう意味でも、日本の宇宙産業がですね、自らサステナブルになるということは、もう待ったなしの状況でございます。このために、宇宙産業では、安全保障、シビル、それから商業宇宙という3つのセクターが互いに協力をし、 社会の期待に応える人材を継続的に排出していく仕組みというものを構築するという視点が必要不可欠だと考えております。まあ、こちらの図に示しておりますように、その3つのセクターの交差点には人的資本、まあ、ヒューマンキャピタルというものが存在するし、これから我々が持つべき視点というのは、このヒューマンキャピタル中心の経営、マネジメントということであろうと考えております。 ところでこの人的資本というところに期待されている力はどんなものでしょうか、まあ、私は与えられた問題を解くという力よりもこれからは解くべき問題を自ら設定する力、まあ、すなわちより良い社会とは何かそこに向かって宇宙はどういう貢献をするべきかということを考えてそれを生み出していくような人材であろうというふうに考えております。 まあその意味では、えー、一番上に3、ねえー、つの交点と、もう1つ、あの社会というものをあえて書かせていただいたんですけれども、まあ、この道もです、ね、あのこのヒューマン・キャピタル交差点にはあの入ってこなきゃいけないものかなと思っております。それでは次に、このより良い社会を生み出す人材を持続的に廃止するために、宇宙産業が取り組むべき挑戦についてご紹介したいと思います。 それは2つあるというふうに思っています。1つは話し合う場の形成、もう1つは実践の場の提供です。それを科学、技術、工学、芸術、数学という3つの頭文字を取った STEAM 教育の重要性を表しましたこの図を用いてご説明したいと思います。科学、数学、語学というものを基本とした自然科学、 社会科学人類科学は人に知識をもたらしますしかし知識があるだけでは社会は変わりません社会変革には失敗を恐れない挑戦すなわち実践が必要です技術や芸術工学というのはこの実践の場のことを意味するのだと私は思っていますで実践を通じ我々は何者で何を大切にし何を目指すのかと いいうう哲学や思想というものが形成されその思想がまた工学技術芸術によって表現され市民や国民がそれを見て触れてよし悪しを評価するこの循環によって生み出されるもののことを社会価値というふうに言うのだと思います。で近年スペースタイドや本サミットのようにより良い社会について話し合う場というのは充実してきていると感じています。 しかし実践の場に関してはどうでしょうか、まあ、自由主義の世界的な広がりにより、まあ、止めるものを先んじるものこれがグローバル・コモンズ宇宙の重要な資源、まあ、軌道位置や周波数これを獲得しております、まあ、その結果え後に続く者たちが実践の場を作りにくくなっているのではないでしょうか、まあ、つまり持続可能な宇宙活動の根幹を担う宇宙空間における主権 これが脅かされていると私は感じます未来の子どもたちのためには何とかしなければなりません、まあ、こういった時にあの日本では「温子知心」という言葉をよく引用します、まあ、過去から学ぶということです、まあ、宇宙と同じグローバルコモンズの先輩としてはサイバー空間がありそこにはまあインターネットというものがございました まあ、インターネットの例で持ちますと、まあ、学術ネットワークということを舞台にいたしましてそこで試行錯誤を重ねた結果開かれたネットワークという社会価値が紡がれましたでそれが実際に形となったのが今のインターネットであろうと思っていますでこの成功の背景には、まあ、TCPIP という技術がアーパーネットで生まれ ワールドワイドウェブという技術がセールンというところで生まれたということは忘れてはならないと思いますつまり世界をつなぐための仕組み、まあ、こういうものが学術研究の中からファンダメンタルなものとして生まれそれを活用して世の中のいろんな方を幸せにするような技術になったとこういうことでございます一方で、まあ、宇宙という文脈においてはどうでしょうか、まあ、今観測測位通信それから SSA と それぞれの分野で、えー、タケのコのように新しいアイデアが生まれそれを試すという環境は生まれていますしかし本当に宇宙が社会インフラになるためにはそれが相互に有機的に結びつくような環境にならなければならないと私は考えていますそのためにはまだ宇宙空間にはファンクションを相互に連携するような 基盤といわれる技術これがまだ成熟の途上にあるのではないかと感じるわけです。国際協調で平和的にグローバル・コモンズ宇宙を活用する仕組みを構築するということは持続的な人材排出のプラットフォームになるだけではなく自由主義の進展それから力による現状変更というものに対して各国の主権を留保し 宇宙空間の利用を持続可能にするための第三の選択肢これを与えるものになると私は思っていますもちろんその実現にはさまざまな困難が立ちはだかると思いますでも未来の子どもたちのためにできたらすごい一緒に作りませんかご清聴ありがとうございます